ちは。海進整骨院の加藤正樹です。今回は二重顎をシュッと引き締める方法をご紹介したいと思います。まず用意するもの、それはペットボトルです。ペットボトルに少量の水を入れてだけで十分です。でこれを、まあ、今はベッドでやってますけど、本来は机とかそういうところに置いてやってください。で机とかに置いた状態でこれを唇で加えてあげてください。この時歯を使わないように注意してくださいね。じゃあいきますね。大体10秒ぐらいを、そうですね、で3セットですね、行っていただくと、この首前のこの辺の筋肉をしっかり使うことができるので、シュッと引き締めることができます。まあ、これも内臓がちょっとずつ水の量を増やしたりしてもいいと思いますし、まあ、できるだけ唇だけでグッと加えて持ち上げるっていうのをやってほしいなと思います。これで皆さんもシュッとした顎を手に入れてほしいなと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。